私、卓球。グループ競技でミスしたりしたら、いたたまれないじゃん。二人ともバレエとかよくやるわ。だいたい受験も関係ない科目でこんなに競わせる意味って何なわけ？運動音痴の劣等感なんて知るかっつ。マッチョな精神が透けて見えんだよね。まこっちゃん、こういう放っておいたらどこまでも不健康な生活を送りそうな人にこそ必要だよね、体育って。